皆さんこんにちは、スシローです。毎週恒例紹介銘柄週間報告をさせていただきます。先に自己紹介をいたします。スシローの米国株ノートを運営しています。 YouTube では主にアメリカ株の有料個別銘柄について動画にしています。紹介銘柄は YouTube、ノートを中心に必ずフォローしています。もし動画良いと感じていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。また、メンス会員です。メンスやプライベートに関してもノートでたまに書いていますので、よかったらご覧ください。この動画では、障害銘柄の週間騰落率、来週の株価展望、シーローの今後の投資について紹介していきます。まずはロイヤリティファーマです。今週も上昇。週間騰落率はプラス 0.3% です。次の銘柄はアーバタサバイアファーマです。今週は上昇。週間騰落率はプラス 3.2% です。来週の株価展望を紹介します。ロイヤリティファーマは2週連続の上昇。新規入手はありませんでした。アーバタサバイアファーマは5週分の上昇。モデルナ裁判では26日、第2回公聴会が行われました。個別株の推移を確認します。今週は全体的に動きが少ない1週間でした。ホタ株は強く推移しましたが、来週の経済指標に警戒しています。今後の投資についてお話します。週間騰落率 S&P500 プラス 0.39%、ナスダックマイナス 0.30% でした。今週は連休前で動きの少ない1週間でした。FRB 交換から利下げについて様々研究がありました。特に方向性が一致しているわけではないですが、利下げに慎重な姿勢が多く見られました。金曜日は休場でしたが、PCE 発表とパウエル議長の発言がありました。PCE は予想に一致しており、パウエル議長は FOMC より利下げに慎重な姿勢を示しました。最後にシーローの来週の投資ナンスは AI 普及時です。来週は ISM と雇用統計に注目しています。随時配信で景況感変化などを発信していきますので合わせてご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画面白かった、役に立ったと思う方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また友達や周りの方にもぜひ進めていただけると嬉しいです。ノート、X も毎日相場について更新してね、フォローお願いします。以上、スシローでした。また見てください。